不全海道南館ごちゃ屋跡とは、熊本県玉名郡南館町にある国指定の史跡で、ある。本校ではごちゃ屋跡と称する。南館ごちゃ屋跡。前日土砂崩れがあったので土が積まれている。このごちゃ屋跡は、1852年に建てられたもので、参勤交代時に、藩主の休憩所、宿泊所として用いられた建物である。2003年8月、原切坂と共に、 国の史跡に指定され保存修理により、2004年度に修理が完了。2005年5月13日オープンした。修理金およそ1億1400万円難関は、古代には、感動が通り、大水駅が置かれ、国境警備のための席が設けられたとされる地であり、古来、交通の要衝として発展した。席所はその後も機能し、現在の地名に通じる。 南の関が定着したと言われている。道路は近世においても無前街道として利用され、江戸時代には参勤交代の道としても大いに利用された。参勤交代に際しては、日後国内における最後の休憩地、宿泊地であり、そのため、藩主はじめ藩主のための御茶屋が設置された。寛永17年の記録では、御茶屋の建て替え工事が長期にわたっていることが記されるところから、 江戸時代初期から施設の整備がなされていたことがわかる。現在の建物は、開江3年に寄港し、開江5年に竣工したもので、背紙文書、南館御茶屋新木建て方見積もりによれば、改修理由は、従来の建物が古くなり、また、狭く、間取りも悪かったためとされる。衛星文庫、町材及び、木下文庫、木下助の日記により、 建て替え工事に携わった人々の概要や工事の中身、また、各、村々から拠出した妊婦の数などが伺い知れる。なお、鹿児島から江戸に渡る途中の厚姫も訪れ、休息をとっている。明治時代以降は民家や旅館などとして利用されていたと言われる。1932年には北原白州の歓迎会が行われている。 昭和の後半より老朽化が顕著となり、多くの人々から忘れられた存在であった。現存の建物は、南北に長い造りで、北から、おいま、お次の間、山の間と廃される。おいまの改修、また玄関棟の欠損はあるものの、建物全体としては、当時のご茶屋の姿が良好に依存している。屋根には、藩主細川氏の供養門をあしらった鬼瓦や、 軒瓦が吹かれており、建物北には小規模な庭園も作られている。柱も多くは当時のままである。ご茶屋は顧客屋とも呼ばれ、文献資料には両用に記載されるが、一般的にはご茶屋と呼称されていたものと考えられる。誤解されやすいが、決して茶を販売していたわけではなく、武士のための宿泊、休憩施設であった。 近世の街道沿いのごちゃや跡が現存し、当時の建物構造を残していることは、交通史上貴重であり、平成15年、整備が進められている、無前街道と一体的に保存すべき物件として、建物の保存の緊急性によって、街道整備に先んじて、国の史跡に指定された。現在も、以降の、約7割が、開園年間のものを受け継いでいる。 南館町宿場町原学人というボランティア団体が管理している。常に40名前後のボランティアガイドが在籍し、当番制で出勤している。ご茶や跡が整備されてから民家などで開催されていたイベントがここで行われるようになった。ありがとうございます。